大枝山は京都府にある山。京都市西京区と亀岡市の境に位置する。標高は480メートル。大鉱山、大井山とも呼ばれている。また、この山の北側山腹にある標高230メートルの大井の坂峠を指す場合がある。大枝山の峠は昔は大江坂と呼ばれ、それが変化して大井の坂と呼ばれるようになった。 平安京から山陰道を下る場合、山城国と丹波国の国境にある大江坂に設けられた大江関を必ず越えて系と別れを告げることになったことから、古くから歌枕の地として知られていた。また、交通、軍事の要所であったことから、上和の変や方言の乱などの時には、老いの坂を軍勢で固めて不審者の京からの出入りを防いだことが記録されている。また、 著名な武将がここを通過したことで知られ、一の谷の戦いの源の義経、六原短大攻撃の足利高氏、本能寺の変の明智光秀などは皆ここを通って、戦地に向かったとされている。室町時代には、赤所も設置された。キリシタン大名として知られた、内藤助安が、丹波の少量主だった時代、ルイス・フロイスら宣教師がただとの招待を受けて、ここを経由して、 丹波に入ったとする記録が残されている。また、ここは、平安境外部の穢れから、平安系を防御し、中で生じた穢れを排除する地として四境の一つに、規定された。このため、大江山周辺は、京都から放築された盗賊の住みかとして知られ、また鬼が住まう地として信じられていた。主天同時の大鉱山をこの、大江山のことだとする説もあり、 老井の坂峠の南側には、現在も酒飲み同時のものと伝えられる首塚が置かれている。以前は、老井の坂峠を経由して、京都と亀岡をつないでいたが、1883年に、小風堂という名のトンネルが、峠の真下に開通し、1933年には、その北側に、和風堂という名のトンネルが掘られて開通した。 やがて交通量の増大から1964年に2車線のオインの坂トンネルが小風道の位置に開通した。和風道はオインの坂トンネル開通後も長らく京都市内方面の車道として利用されていたが、現在は歩行者、自転車専用道となっている。現在、この峠道は国道9号として京都市内と丹波、山陰方面を結ぶ主要道として活躍している。 1988年には、京都縦貫自動車道が開通し、新郎の坂トンネルが掘られている。京阪京都交通の老いの坂峠バス停付近に、小安地蔵村として、地蔵菩薩が祀られている。一心二光白道という物語によれば、この地蔵は丹波国の大長者の娘、桜姫であるとされる。以下が物語の概要である。大正から戦前にかけて、 追井の坂は京都の映画人に時代劇の格好のロケ地として多用された。渦政から自動車で40分ほどで街道に到着できるという便利さもあり、天気の様子を見定めてから走っても十分に仕事ができたのである。大抵のロケーションは朝8時には撮影開始、終了は太陽が西山に落ちるまでという習らしだったが、この追井の坂だけは朝は9時過ぎ。 終わりは午後4時まで、お限度とした。その理由は、当時の農家は人糞を肥料に使っており、亀岡の農民らが空の声おを牛車に積んで、京都へ声組みに行く。この牛舎の行列が列をなしておいの坂を通るのが、ちょうど朝の8時から8時半頃で、この行列が通り終わるまではその光景と匂いで、とても撮影はできない状態だったからである。 また小江組の牛車がオ、OK、ケを満タンにして、亀岡へ引き上げるのが午後の4時半頃からで、もし撮影隊がこの行列に出会った場合は6時過ぎまで撮影ができなかった。満タンの牛車はバックなどしてくれず、多い活動や、温度ラジャマせんとけ。と怒鳴られて、ロケ車をバックした途端に溝に脱輪して、動きが取れず、夜9時頃にやっと撮影所に戻るというようなこともしばしばあったと。 こうした経験から老いの坂のロケは4時半に切り上げというのが通り相場となり、老いの坂ロケとの予定を見ると、役者もスタッフも朝は遅く終わりは早いと貰うたようなもんやと喜んだという、日本映画の若き日々、ありがとうございます。